これが3球目。落ちる球を持ってきました。素晴らしいコントロールですね。はい、外のストレートがストライク。スリーボール打ちました。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ホームに送球する。ファーストランナー一気にホームイン。カープ1点追加します。6対3になりました。ベイスターズなおもピンチです。非常に速い打球でした。合わされてしまいタイムリーとなりました。タイミング合ってましたからね。試合中盤徐々にリードを広げられています。4番バッター長野。ベイスターズこの回1点を失っています。さあ3点を離されなおも得点圏にランナーを背負います。さあこの場面をどういうピッチングで切り抜けてくるか。打ちました。取って3アウトです。しかしこの回カープ1点を追加しています。6対3カープのリード広がっています。6回の裏 DeNA ベイスターズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは筒香。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ベイスターズビハインドで迎える6回の攻撃です。バッターボックスは4番ロペス。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ジョンソンまずは先頭バッターを打ち取っています。破りました。センター前ランナー出塁しました。ワンアウトランナー1塁です。バッターボックス宮崎。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあタイミングが合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。3球目打ちました。さあどうだ。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー三塁一塁。さあそしてバッターボックスには戸柱が入ります。さあ得点圏にランナーを置いています。まあこういう場面で返しておかないと後が苦しくなってきますから、しっかり点につなげていきたいですね。なるほど、そうですね。インコースにバットが出ます。すぐに追い込みました。引っ張った。この当たりはどうか。伸びる。ライト線を深々と破るヒットになりました。サードランナーホームイン。二塁を送ります。1点返しました。 DeNA ベイスターズ見事なタイムリーヒット。6対4になりました。ベイスターズ2点差に詰め寄っています。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を縮めます。こういう場面どんどん打てる雰囲気が出てくるとチームにも勢いが増しますからね。ここで得点が入りました。バッターボックスには代打の伊藤。ベイスターズ点差を縮めてきました。西さん、ランナーを返せるのか。同点の場面です。なんとかね、同点に持ち込みたいですよね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。まず際どいコースをついてきました。変化球打った。ボテボテのピッチャーゴロ。掴んだ。間に合うか。サードランナーがホームに帰ってきました。思わぬ形での得点。フィルダースチョイスで得点が入りました。ここはラッキーな形になりました。ピッチャーにフィルダースチョイスが出て得点を挙げています。ランナーが見えてなかったんじゃないですかね。これで1点差に迫りました。さあそして打席には大和が入っています。さあチャンスが続きます。まあなんとかつないでますんで、このチャンスは生かしたいですね。なるほど、そうですよね。変化球打った。ショートが抑えた。二塁へ送球。これは際どかったが二塁アウト。サードランナーホームイン。ベイスターズ同点。6対6。試合は振り出しに戻りました。さあ一塁に勝ち越しのランナーを置いています。そして打席にはピッチャーという場面です。まあここでランナーを動かしてくるのは少し考えづらいですね。はい、そうですよね。初球大きく外れています。高め空振り。
当然ノーマークにはできませんよね。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗。仕掛けていったんですがスチール成功とはなりませんでした。いやー、これは残念でしたね。しかしこの回ベイスターズ貴重な得点が入りました。6回終了6対6、ベイスターズ同点に追いつきました。西さん、試合も終盤に差し掛かって同点です。これは面白い展開になってきましたね。いや本当ですね、もうランナー一人のこの重さ、こういうところを感じられますよね。ファンとしても非常に見応えのあるゲームになっています。これが2球目、惜しいですね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。3球目外れました。ファウルになります。インサイド落ちました。これはどうだ、センターに抜けました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。どうでしょう、見逃せばボール球だったかと思いますが、うまく弾き返されました。強引に持っていきましたね。打順は6番メヒア。前の打席はいい当たりのヒットでしたから、ええ、注意が必要なバッターだと思いますね。そうですね、ヒットでランナーを一塁に置いています。この試合は先発野手全員安打を達成しています。小宮山さん、ちょっと打たれすぎですよね。左中間へ持っていった、これは大きい。ボールはそのままフェンスに直撃、中継にボールが送られる。左中間へのヒット、ベイスターズピンチになりました。これで一塁三塁とされています。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し慎重に行きたかったですね。バッターボックスには7番小園。ベイスターズ連続安打でランナーを背負っています。連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ、一打出れば勝ち越しを許してしまうという場面。センターへ持っていった、これは大きいぞ。頭上を越えた、サードランナーがホームに帰ってきました。カープ勝ち越し7対6。ベイスターズさらに三塁二塁のピンチが続きます。抑えたかったんですが、この場面で勝ち越されてしまいました。この展開は厳しいですよね。この終盤でリードを奪われます。ここで離されたくはないですね。さあ、この場面でバッターボックスには8番の石原が入っています。バッターボックスには代打の相澤。さあ、ここでもう一つリードを広げておきたいですね。そうですよね、この点差のままでは逃げ切れるとは限りませんからね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。変化球を見極めます。このコースに投げられるとね、そう簡単には打てませんよ。アウトローの変化球、キレがあります。しっかり捉えた、掴んでアウト。ワンアウトランナー三塁二塁です。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。小宮山さん、どうご覧になります。ベイスターズ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の伊能。さあ、打席には先発のジョンソンが入ります。今日の調子でしたら代打を送っても良かったと思いますね。そうですね。さあ、追加点のランナーを置いた場面です。はい、バッターボックスには代打の坂倉。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。背番
小宮山さん、ここで逆転されるときついですから、なんとか踏ん張ってもらいたいですよね。そうですね、ここで点が入るかどうかゲームに大きく影響しますよ。そうですね、さあここはしっかり抑えていきたい。まずは外して様子を見てきましたね。はい、インサイドファールボールです。まあ、変化球を狙っていたかもしれませんね。ストレートに振り遅れてますよ。まあ、ここはストライクからボールになるスプリットで空振りを取りたいですね。低め打った、ファースト取った、そのまま入って一塁アウト。ランナー三塁二塁は変わりません。打順は1番に帰ります。バッター堂林。ベイスターズこの回1点を失っています。さあサイドの勝ち越しを許し、なおも得点圏にランナーを背負った場面。いい当たり、ワンバウンドヒットになった。二塁ランナー三塁を回った、サードランナーホームイン。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。カープ追加点、9対6。ベイスターズさらにピンチが続きます。抑えたかったんですが、ここでタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。終盤で大きな追加点を奪われました。さあそしてバッターボックスには菊池が入ります。さあなおもピンチが続きます。この流れで追加点を許してしまうと厳しくなってきます。ジャストミート、落ちた、ヒットになる。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った、セカンドランナーホームイン。カープ追加点を挙げました。10対6。ベイスターズこれ以上離されるわけにはいきません。抑えたかったんですが、ここでタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。そうですね、厳しい展開になってしまいましたよね。残されたイニングはあとわずか、決定的な追加点になるかもしれません。バッターボックスは3番西川。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから。引っ張った、伸びていく、どうだどうだ、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ホームに送球、ファーストランナー一気にホームイン。カープ1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、11対6。ベイスターズもうこれ以上点はやれません。バッターボックス長野。まあ、ベイスターズとしては最後まで諦めないためにもここでしっかりと抑えないといけませんよ。なるほど、そうですね。打ちました、山一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回カープ貴重な得点が入りました。11対6。カープが勝ち越しに成功しています。さあそしてここからはラッキーセブン、ベイスターズの攻撃に入ります。7回の裏、ベイスターズの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。菊池がマウンドに上がります。点差がついた中でのリリーフ投入ということになりました。ベイスターズは代打を送ります。バッターボックスには代打の伊藤。ベイスターズ点差が離されて終盤7回の攻撃です。西さん、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うんですが、いかがでしょう。もう終盤ですから、ここで得点しないとちょっと苦しいですよね。残された攻撃はあとわずか、勝敗の行方はどうなるんでしょうか。内へ食い込む変化球、ストライクです。引っ張った、飛びついて掴んだ、一塁へアウト、ファインプレー。いいプレーに阻まれてしまいました。西さん、今のプレーご覧になっていかがですか。バッターは悔しいでしょうね。さあまず1球目、空振りです。落ちるボールはこれは外れています。大きく外しています。ストライクになります。2ボール2ストライクです。これは内へ外れます。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。ライト方向を流しました。ファーストの左抜けました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。これではバットが出ません。ストライクです。低めは外れました。低め外れました。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。
あっと取れない、バッテリーエラー。ボールを拾ってワンアウトランナー三塁です。いやいい走塁でしたね。外れてフォアボール。ここは歩かせたか、フォアボール。いやそうですね、得点圏にランナーがいるとね、欲が出るんですよね。まあよく我慢しました。打ちたいところよく残しました。ランナーが溜まっていきます。あ、今の球は打ちたかったですね。はい、そうですね。次が4球目。決まった、低めいっぱい。ここは絶対抑えたい場面です。空振り三振、ランナーは動けませんでした。スイングアウト三振、低めの球でした。本当に低め低めを意識した投球でしたね。インサイド落ちました、わずかに左に切れました、ファールボール。インコースの変化球見ています。これは手が出ないか、ストライクを取ります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理して